皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はすごくリクエストの多かったあるある動画をやっていきたいと思います。で、どんなあるあるをしようかなって思って、まあ一人っ子あるあるとか学校のねあるあるとかやってほしいって言われてるんですけど、なんかないかなって思って、で、そういえばね、以前 YouTube ライブで YouTuber あるあるをやってみてくださいって言われたので、はい、今回は YouTuber あるあるをやっていきたいと思います。本当にね、初めてあるあるをやるのでうまく演技ができないかもしれないんですけれども、あるあるなものを集めたので早速ご覧ください。ではどうぞ。あらやら、落としちゃった。え、待って、ちょっと、おいしょ。こっち先、いや待って、ゼルステラとゼラソンがあってる。いや、コンシーラーじゃなくて、どっちから紹介しようかな。撮影中、実は独り言めっちゃ多い YouTuber あるある。え、重大発表ってなんだろう。あ、そういうことか。うん、なるほどね。YouTuber の重大発表はそこまで重大じゃない。 YouTuber あるある。え、 YouTube やめるの嘘でしょ。あ、そうなんだ。あー、よかった。 YouTube やめますは大体やめない。 YouTuber あるある。あー、スライム失敗した。全然気持ちよくないんだけど、どうしようかな。いや、でもな、 NG 集っていうのもなんかあれだしな、うまくいかなかったから作り方動画撮っても意味ないもんね。よし、消そう。またやり直した。失敗したら基本没。 YouTuber あるある。あー、撮影終わった。よし、どうしよっかな。下の服は見えないから結構適当。YouTuber あるある。よし、動画撮ろうっと。皆さんこんにちは。めっちゃうるさいんだけど、その撮り終わってからにしよう。よし、静かになったぞ。めっちゃ泣いてるし。ラブちゃん静かにね。よし、撮影中外がうるさいと一旦中断。 YouTuber あるある。よし、動画撮ろうっと。はい、まずはね、こちらのチークのブラシを使っていきます。え、待って待って、え、バッテリー切れる。やばい。もう最悪、動画撮ろうと思ったのに。もう充電器。せっかく撮ろうと思ったのに充電ないとか、最悪、ショック。充電溜まるまで待つか。撮影しようと思ったら充電なくてテンションがダ落ち。 YouTuber あるある。え、何、え、ちょっと待って。ちょっと待って、今編集してるから終わったら。ちょっと待って、編集中話されたらめっちゃ困る。 YouTuber あるある。はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。あー、でもため撮りしようかな。どうしようかな。もう一本撮るか、今日まだ時間あるし。よし、もう一本撮ろうっと。でも着替えた方がいいよね。着替えるか。ため撮りするときはため撮りってバレないように着替える。 YouTuber あるある。はい、というわけで今回はね、こちらを紹介していきたいと思います。こちらはキャンメイクグルフルフルフル、もう一回。こちらはキャンメイクグルフルフル、めっちゃ今日噛むな。こちらはキャンメイクグローフルールハイライターになります。こちらはフェイスカラー、フェイスカラー、フェイスカラー、うん、フェイス
なんか今日ダメだな。フェイスカラー、フェイスカラー、フェイスカラー、グロウフルールハイライター、フェイスカラー、グロウフルール、フルール、フルール。はい、こちらはキャンメイクグロウフルール。いやもう今日めっちゃ噛むんだけど、なんで？なぜかめっちゃ噛む日がある。 YouTuber あるある。よし、動画撮ろうっと。動画撮るから、動画撮るからちょっと静かにしててね。食器洗いは後での方がいいかな。ごめん、お願い。ラブちゃんも静かにね。ね、ラブちゃんもね。ね、泣かないでね、お願いね。じゃあ動画撮るからね。はい、ドア閉めて。動画撮る前は事前に家族に報告する。 YouTuber あるある。あ、めっちゃ可愛いんだけど。ねえねえ、このリップめっちゃ可愛くない？ちょっとこれめっちゃ可愛いんだけど。これ絶対 YouTube で紹介したら見られるよね。めっちゃ可愛くない？これ YouTube で紹介したいんだけど。あ、これも可愛い。このリボンめっちゃ可愛くない？え、これもちょっといいな。新商品ですか？え、新商品なんだって。え、絶対 YouTube でアップしたいな。え、絶対いいじゃん。アップしてる人いるかな？めっちゃアップしたい。めっちゃこれ買って紹介しようかな。めっちゃいいんだけど。あ、待って、これもめっちゃ可愛い。ちょっと待って待って。これも新商品なんだ。待って、これとこれとこれ買って、全種類買って紹介しようかな。でもどうしようかな。めっちゃ可愛いんだけど、これ。本当どれどれ？あ、本当だ、それも可愛い。ありがとう。これも紹介しようかな。いいよね。いいと思う？これイヤリングとかさ、こうやってつけてめっちゃ可愛くない？あ、これ動画撮るときにつけてもいいよね。あ、購入品紹介とか撮ってもいいよね。あ、そうしよう。そうしよう、そうしよう、そうしよう。買い物中は基本ネタ探し。 YouTuber あるある。はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。よし、サムネイル撮んなきゃな。どうしようかな。どういうサムネがいいかな。いや、どうしよう。髪の毛がな、透明ももうちょっと。よいしょ。リップをどうやってサムネにしようかな。何がいいんだろうな。どうしよう。サムネイルにめっちゃこだわる YouTuber あるある。はい、というわけで今回は YouTuber あるあるをやってみました。いかがだったでしょうか。編集力がないせいで全然面白くないかもしれないし、他の YouTuber さんに比べてすごくクオリティは低いんですが、ご視聴していただきありがとうございました。 YouTuber さんの方とかは YouTube やってるよっていうか、こういう時噛むんです。あるあるですね。こういうところいつもカットするんですけど、いつも言うこと考えてます。なんて言おうかなって考えて、ご視聴していただきありがとうございました。参考にならないから。はい、というわけでご視聴していただきありがとうございました。すごくね、違う、なんだ。はい、というわけでご視聴していただきありがとうございました。すごい面白いなって思っていただけたら嬉しいです。ではご視聴ありがとう。ご視聴ありがとうございました。言い過ぎ。どうしよう。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。すごくね、頑張ってやってみたんですが、編集がまだまだなのでね、あまり面白さはね、半減しちゃってるかなって思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。好評だったらまたやりたいと思います。